バリアフリープロレス。ただいまに第2試合、タッグマッチ20分一本勝負を行います。続きまして赤コーナーより大和ひろし、洞口よしひろ両選手の入場です。険しい草の湯魂の客の歴史なのいずれ聖地は愛を照らすやと壁を殺す人の気はしない生き様は心に眠る行列を燃やしてくぜ風に乗る歌は積み上げた努力の伝説未来へと続いてく歴史の果てへ一緒にどこまでも遠くでも不安でも諦めない
経過。Thank you.
10分10秒、千葉智成選手の勝利です。